陰密は、大韓民国の政治家、軍人、第39代国防部長官、大韓民国国家非常企画委員会委員長、海軍作戦司令官などを歴任。階級は、予備役中将。1932年11月20日に、慶症南道富山府で生まれた。1961年に、富山商業高校を卒業した。 同じ高校を卒業したロブゲンの先輩である。1966年に海軍士官学校を卒業し、少位に任官された。1973年に国防大学校を卒業した。1993年に第二艦隊司令官に就任し、1995年には国防部獲得開発局長に、1997年には 海軍作戦司令官に1998年に海軍参謀次長に就任するなど海軍の要職を歴任した。2003年に大韓民国国会非常企画委員会委員長に任命された。翌2004年にはロブゲン大統領の国防補佐官に任命された。同年7月に朝鮮人民軍海軍の警備艇が 北方限界線を審判した際の更新内容が流出したことに対して有料の意思を表明した。同年7月28日に長吉が国防部長官を辞任し公認に任命された。2005年に発生したさざ波川軍部隊中乱射事件では国会で解任動議が出されたがロブゲン大統領がかばい留任した。海軍幹部時代は 米国通として知られたが、就任後は、在韓米軍の戦時作戦党政権返還を推進し、歴代国防部長官や予備役大将との懇談会で論議中止を要求され、政権の安保政策も強く非難された。その後も、米韓連合司令部は、軍事主権の侵害に近いと発言し、大きな批判を呼んだ。2006年8月27日に、 アメリカのドナルド・ラムズフェルド国防長官から2009年に戦時作戦統制権を返還するのが望ましいという書簡がイン・ミツオ長官に送られ2012年に返還することで合意した2006年10月9日に北朝鮮発の核実験が強行されたことを受け辞意を表明した2018年にキッズ・トム司令部が国防部長官在職中のインの 通話を盗聴していたことが分かった。ABCD、社説、インミツオ長官を信じて従う軍人が、どれほどいるか、東アニッ2006年か、4月19日、ABC 金、上り系法務部長官イン、ミツオ国防長官が就任 KBS、ワールドラッジ、2004年7月21日,日、ロ大統領、安保。 国防など参考左官を交代、東亜日報2004年1月30日、NLL 報告漏れ事件、大統領府と軍の葛藤要素に、東亜日報2004年7月20日新長官と前、長官東亜日報2004年7月28日、作戦権変換は、次期創造歴代国防長官らが、論議中止を要求東亜日報2006年8月3日 歴代国防部長官の懇段階、東亜日報2006年8月3日、米国防長官、戦時作戦統制権、9年以上が望ましい、東亜日報2006年8月28日韓米、作戦権、2012年3月までに、返還で合意東亜日報2006年10月23日、彼はなぜ去り、彼らはなぜ来るのか、東亜日報2006年10月28日期、 勤とし、路政喧嘩で大統領と国防長官の通話を登場等は日報2018年7月31日。ありがとうございます。